監督、この前のお返しです。今年はつむぎさんと一緒に選んでみました。ホワイトデーのお返しは俺、あんたにならどこから食べられてもいい。お返し去年よりうまく作れたと思うんすけど、伏見さんに弟子入りしたせいか、見てください。ホワイトデーってことで、はいどうぞ。誰にもあげてない監督さん専用のお返しね。ホワイトデーね、この前のお返しのお返しだよ。ドッキリびっくりサプライズね。これ先月のお返し。危ないものは入っていないから安心していいよ。これ先月のお礼の、選ぶのに丸一日費やしたんだ。ありがたく受け取れよ。はい、先月のお返し、あんたが絶対喜ぶものだから楽しみにしてて。お返しにブラウニーを作りました。心を込めて作ったので、美味しいはずです。これお返しの特別な三角、監督さんにだけ内緒だよ。これどうぞっす。ホワイトデーのお返しは開けてびっくり玉手箱。はい、これお返しな。この前店で欲しいって言ってたやつ、あげてえなって思ってさ。俺がうまいと思ったものを選んだ。なつは監督にも同じに思ってもらえたらいい。あ、まさか監督先生からお返しがもらえるなんてと言いつつ、もち期待してたっす。監督、この間のお返しだ。去年より甘さ控えめにしてみた。口に合うといいんだが。俺からの礼だ。お前にそこまで喜んでもらえるなら、わざわざ選んだ甲斐があった。これお返し、コスメにした。ホワイトデーとか慣れてないから作法とか知らねえけど。先月のお返し、咲也君と選んでみました。監督の笑顔が見られたら嬉しいな。先月はありがとう。ちゃんと監督には礼がしたくて、柄でもないけど花を買ってみた。今年はチョコとマシュマロをあげる。チョコレートフォンデュ一緒にしよう。これは先月のお返しの品だよ。君の期待通り、もちろん私の詩も添えさせていただくからね。僕も監督のため頑張ってみたよ。気に入ってくれるといいな。お返し？いや、まさかもらえるとは思っていなかった。ありがたく受け取っておこう。先月のお返しに歌を作りました。甘い甘いチョコサンキュー、俺の愛のお返し、ウォーウォー。お返しだ。先月はあざした。借りはきっちり返すのが兄貴流。しっかりお返しさせてもらいやす。